です。で、曲がります。はい。ライターン。館長街というか、美術館とかね、いろいろあるんだと思いますね。ワシントン DC のね、美術館があるようなところと似てますよね、雰囲気がね。今ね、ペンシルバニアヒルスバーグ YMCA とかね入ってますね。まあ、ニューヨークよりもね、こちらの方がね、ペンシルバニア州の方が暖かく感じます。まあ朝だったからね、今日ね出たの早朝だったから、まあ、早朝と比べると今があれなんじゃないですかね、暖かいっていうかね、なってますよね。マンハッタンがね0度でね、郊外ニューヨークステートのあのアップステートのニューヨークアップステートのニューヨークが、マイナス3度ぐらいでしたね朝ね。ちょっとね私がねステートのホテルにちょっと時間があるんで見に行ってみたいと思ってます。ガソリンを入れないとね、もう半分以下に、まあ、満タンでね来たんですけどね、半分以下になってますのでね、明日帰る時にはね、ちょっと足りないかな。明日はね、このヒルスバーグからね、マンハッタンに、直行します。予定では。花が出る。花粉が飛んでんのかな。GPS がないと来れないですよ、ね。隣にガソリンスタンドありますね。ガソリンスタンドじゃない、ガソリンスタンドか。
ってみたいと思います。今日私が泊まるホテルですね、ここですね、コンフォートスイート、ヒルツバーグにあります。こちらですね、こんな感じです。とりあえずね、こちらから今チェックインもしましたのでね、部屋番号出てます。302号室出てます。ではね、中入っていきます。ちょっとね、荷物だけ置いてきます。ブレックファーストね、6時から9時というふうに伺ってます。こちらがブレックファースト食べられるところですね。6時から9時。そして私は部屋の方にね、行ってみたいと思います。綺麗なホテルですね。3階建てっていうことですね。さっきのね、こちらロビーエリアです。5階建ての建物ですよね。綺麗ですね。ロビーエリアも綺麗です。広いですよね。そしてこちらね、プリントアウト、ビジネスセンタープリントアウトもできるんですね。で、先ほど言ったブレックファーストは6時から9時と、朝の6時から9時はここで食べられるような感じですかね。こんな感じ、人がいるときはあれなんでね、こんな感じになってます。パンケーキとかね、作れるような感じですね。広いですね、パントリーとかね。コーヒーも飲めるんでね、便利ですよね。ありがたい、朝があるってことはありがたいですね。また私はね、今からね、もう一度戻って、まだ、チャーターの仕事のね、途中なんでね、もう一回戻ります。郊外のホテルとかね、こういうモーテル系のホテルっていうのはね、基本的に、朝食がついてるとこ多いですね。こっちも朝食ついてます。そしてこちらね、アイスマシンがありますよね。これワンベッドのね、部屋なんですね。ワンベッドの部屋、ワンベッドスイートっていうになってますよね。田舎だから広い感じ、綺麗ですね。そしてね、レフジレーターついてます。そしてね、コーヒーメーカーもあります。コーヒーもあります。そして電子レンジ、風呂場の方来てみました。シャワールーム、シャワーのみですね。そしてこちら、シャンプー、ローションですね。モイスチャーローション。コンディショナーもあります。コンディショナー少し使ったのかな。リフィールするような感じ。石鹸も2つあります。石鹸ね。まあ、綺麗ですね。ちょっとティッシュもあります。こんな感じです。で、まだね、仕事なんでね、まだ仕事途中ということで、もう一度また戻ります。それでは。シルバニアの州都。